左から右、あるいはホームから右。外野のスタンドにファールボールでツーストライクがありません。投球は4球目、1対1の同点。この回の先頭バッターの松本健次郎、ツーストライク追い込んでいます。ピッチャーの中田、最後に使ってノーワインジャップ、足を上げた第4球を投げました。アウトで打ちました。当たりで高く跳ね上がったピッチャーマウンドを降りる。一塁線いっぱいいっぱい、どうだ、見送っている、見送っている、右手だ、ファウル、ファールボール。これは中田としては好判断、今時でもちょっとね気が良かったですよね。ですよね、はい、先頭バッターですよね、はい。ただラインギリギリで取っても一塁投げるのがね、ちょっと今の難しいですよね。ダイナーの難しいですよね。ファールにしました。2ストライク変わりません。投球は5球で1対2の同点。5回の裏ベイスターズの攻撃です。2回の表にピッチャーのホームランでホーク先制、2回の裏ベイスターズ伊手のホームランで同点に追いつきました。1対1、5回の裏ベイスターズの攻撃です。先頭バッターの松本健次郎、ツーストライクカッティング、投球5球目、ピッチャー中田、第5球を投げました。合わせ初球、ボン、アウトコーナー外れました。ワンボールツーストライク、145キロのストレート外れまして、ワンボールツーストライクです。ピッチャー中田、サインを使ったノーインダップ、ワンボールツーストライクから松本に対して第6球を投げました。インサイド打ちました、ちょっと待ったが左中間、先生の浅いフライです。レジンレジンレジン、また取った、ワンバウンドして難しいところ、レフトの内側がよく使いましたが、一塁キャンパスを回ったところで松本健次郎ストップ。ノーアウトランナーが一塁、詰まりながらレフトが懸命に前進しましたが、難しいバウンドで一回起こりましたけども、まあ、そうですね、打球がなんか思ったほど詰まった感じですね。そうですね、はい、思った以上詰まってましたね。もうちょっと飛んでいくかなと思われた打球でしたけどね。